はい、今日はですねこちら北海道札幌に来ておりますけれども、旅し弾きとギターご購入の試し弾きご依頼いただきましてこちらに来ております。まあ、どんな旅になるか楽しみです。行ってみましょう。試し弾き。あ、はじめまして、よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、渡辺さん映っても大丈夫ですか？じゃあ、はじめまして、ご登場いただきましたが、よろしくお願いします。楽しみにしてます。めちゃくちゃ気持ちいいなと思って、まあ、それでも、先ほども26度ぐらいだから、東京や大阪に比べればね、はい、ね、YouTube 見てたら、はい、鹿児島行ったいろんなとこ ね行かさせていただいてるんですけど、めっちゃ忙しそうで、北海道なかなかね、来る機会なくて、もうね、大きい楽器屋さんなくなっちゃったから、あー、やっぱどんどん減ってますか？もう圧倒的に減ってますね。今日お邪魔するお店はもう昔からあるお店で、10年くらい前にできた、はい、まあ、中古の商品なんですよ。あ、そうなんですね。まあ、割と新しい方っていうか、じゃあ、いや、もうでもね、札幌だと老舗になりました。あ、そうですか。なんてお店でしたっけ？エレキ堂。エレキ堂、おー、そのまま。ギター好きな人だともう本当みんな知ってるよ。楽しみです。なかなかね、あの、えぐい感じの。あ、そうですね。で、自分でギター買いに行くのも好きなんで、そうやってご依頼いただくこと本当に嬉しいですね。せっかくだから記念になるなと思って。あ、そうそうそう、うん、動画に残るってなかなかね、いろいろ行きさつがあってね、北海道にその自転車さん、まあ、スポーツ系のバイク屋さんなんですけど、そこのご主人がそのエレキ堂の村井さんっていう人がすごく世話になった人なんですよ。ご主人がね、はい、5年ぐらい前に病気で亡くなったんですよ。ベーシストだったんで、最後にそのハードケースがたくさんあったら処分したいとかって言われてて、はい、村井さんがお宅に行ったら、はい、51年って書いたケースがあって、こんなもんだろうなって。なんだろうね。開いたら、52年のテレキャスだったんです。すごい、しっかりした、大きいとこだ。あ、ごちそうさまでした。肉の旨味がやばかった。はい、着きました。こういうロケーションですけれども、住宅街の真ん中にあるっすね。そうなんです。これ、ええ、もうすごい雰囲気が漂ってますけど、じゃあ早速、ね、行きましょうか。はい、あ、お願い、ありがとうございます。お邪魔します。うわ、もうワクワクがワクワクする店内ですけど、いろいろあるんですね。いろいろバイクだったりとか。あ、お邪魔します。エレキ堂さん、はじめまして。お名前、お名前伺ってもよろしいでしょうか？村井です。村井さん、よろしくお願いします。素晴らしいですね。こういうお店がこちらに。うわ、これ何年前ぐらいからやられてるんですか？14年ぐらい。14年。もともとは北海道の方で。はい、そうです。あ、なるほど。結構著名な方もいらっしゃったり、ツアー中にちょっと買い物して帰るかなみたいな。ほんと少ないですけどね。何名か何名かいらっしゃって。じゃあもう地元のコミュニティがあって、いろんなギター好きが集まるお店っていう、指輪もやってらっしゃってね、いろいろ小物もあるし、ちょっと一緒に拝見させていただいてもよろしいでしょうか？お願いします、ね、いやいや、これワクワクですね。なんかこういっぱい大きいアップもあるし、集まるんですね。あれですよね、あのデジマートとかって出されてないですよね？出してないです。売れちゃうと困るから。そうですね、うん、ね、こうやっていろいろ、うわ、こう危ないですね。うっかりなんか買い物してしまいそうですけど。おー、これ何？ビクターエレキギターってこれ何ですかね？入ってるんですね。ねえ、うわ、いろいろ。あ、ぜひぜひ。結構こう持ち込みでいろいろ
売りに来てくださるんですか、この、この土地のギタリストの方が皆さん。わあ、素晴らしい。こちらギターレッスンとかもやってらっしゃる。お客さんの中でやってる方が。そうなんですね。そうか。ここはベースですね。ベースもなんかいろいろちょっとマニアックなありますけど、もしかしてオーナーさんベーシスト。いろいろこう渋いギターっていうかベースがねえこの辺集まってますね。見たことない。グヤトーン、わあ。でもあのハグストロームとか結構いい。どれですか、どれですか。赤いやつ。赤いです。これこれ見たことないスイッチがついてたり、ピックアップがついてたり。60年代だけどちゃんとしてる。へえ。これブランドは日本ですか。どこだったっけ。うん、海外。あ、そうなんだ。スウェーデンだっけ。へえ。見たことない。もうガチヴィンテージですね。67年からって書いてある。なるほど。めちゃくちゃこれ知ってらっしゃる方は、うわここにあったのかって言ってるかもしれないですね。エレキ堂さんにありますんで、これフェルナンデス、赤いジーアンデル、こういうのもありまして、まあ、グレコ、あーグレコもいい色ですねこれね、こういうのあったりします。はい、皆さんちょっとね狙ってるものがあればあ、こういうのもあるんだ。エクスプローラーベースね。でアコギずらっとね、この辺も置いてあって、ダンエレかな、これダンエレ。こういうヘッドシェイプあるんですね。新しい方ですね。あ、これ新しいやつなんですね。あ、これもかっこいいな、いい色だし。でオベーションギルド、ギルド大きいですねこれこういうモデルもあるみたいです。12弦があったり、あ、アイバニーのねタルマですね。タルマの方がレアかもしれない。ああ、これねリップスティックが乗ってますね。おおおお、ね、かわいい。6万5000円買える。ずらーっともう、あ、これもうお宝探しですね。宝探しだ。それこそもうツアーで来てね、うわこれ見つけたってやっぱり買っていかれる方多いでしょうね。これね、グレコの BC リッチタイプ、これだともうね見たことないやつがいっぱい。これバーニーですか。そうですね、おお、かっこいい。このバーニーですね。バーニー、マエストロブリッジもちゃんとついてて、かっこいいですね。この指板のエッジ部分、何年ぐらいのものですか。74、5年だと思う。74、5年。わあ、この頃のやっぱバーニーってすごいですね。かっこいい。ギブソンのシェイプ、あ、そうですね、SG コピーしてあると、ね、やっぱそのぐらいの日本のギターを結構魅力的に作ってあって素晴らしいですね、で、トマックはいい音、ですよね。やっぱファン多いですよね。はい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 、ね、ここら辺はフェンジャパンのストラト、もうクラプトンですね。クラプトン先生いい感じ。俺見たことないです。これなんていうんですか。モラレス、あ、聞いたことある。全音、全音。これもいわゆる日本のこうビザール的な60年代ね、ゼロフレットがあったりねしますけど、黄色いのもいいですよ、このヤマハ。
このでっかい主張のあるヘッドでも割とこうシュッとしたこの丸みのあるこれなんか今見ても新鮮でいいですね。ヤマハ本当にいろんなシェイプ作ってますもんね。そうですね、うん、これピックアップどうなってんだろうっていうアームもやっぱ独自だから面白いんだろうな。なんか使い回してないですもんね、うん、80年代ぐらいまで、うん、あとはもうねヤマホオリジナルだから、うんうんうん、言われると頭が痛いとか。あ、確かにそういうのありますね。これバーンズかな。バーンズって書いてますか。そう、バーンズ。バーンズはこれイギリスでしたっけ。違うんですね、うん、日本のバーンズ。へえ、そういうのもあるんですね、うん、こういうことなんかね、あのモズライトみたいなアームがついてあって、うん、謎ピックアップですけどね、またこれね見たことないこれもこれなんて書いてます。これはヘフナ。あ、ヘフナか。これは復刻版ですね。これ復刻、あ、これ割と最近だったりするんですか。そうですね。でもかっこいいな、これ。こんなあるんですね。わけわかんなくなるあのポジションがどこ弾いてるかなみたいな。へえー、なるほど。で、こんな感じ。またねアンプが、グラトンのアンプがあったり、懐かしいって言ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、ね、これ普通にギターアンプですか。そうですね、うん、このギターアンプって書いてある。なんかいいですね、いい音しそう。こういうね、これ最近のベースアンプですね。うん、これ、あ、そうですね、ベースボーイって書いてある。エーストン、エーストンってローランドの前身だったでしょ。そうね、え、このだいぶ古いですよ。これがないと JC が生まれてないかもしれないねえ、ありますね、エーストンこれは何だろう。それもちょっと分かんない。分かんないですね。情報求むって感じで。わあ。でもいいもんではないです、ね、そうなんですねギターアンプリファイア G30。 で、さらにまたねこういう、いいね、これ PRS ですけど、デニウソフライング V。 はい、あ、これ、え、これ何年頃のやつですか。それね、2016。うーん、これちょっとバーストの新品なんですよ。あ、そうなんですか、うん、新品で売れてないだけで。あ、そうですねこれもあったり、2003年のエクスプローラー、こういうのもあったんですね。かっこいいな。小さいですね。で、これはカスタムショップかな、54タイプですけどね。こういうのもあり、で、グレッチ、グレッチもこれはレギュラー、最近の57年。あ、これはヴィンテージなんですね。これリット、本当だ、お値段が。これはデュオジェット、かっこいいや。これめちゃめちゃ綺麗ですね。直してます、直してますよね。まあね、グレッチ直さないで使えないですもんね。もしかしたらそのバインディングとかちゃんとやり直してあるのか。そうですね、きっとね、うん、ちゃんと使える状態になってますよ。で、マーチン、これ52年。わー、マホ、わー、いいな、いいサイズ感ですね。ダブル O 17なんですか。そうですね、17っていうのがあんだ。それはマホガニーモデルのことなんでしょうかね。18じゃなくて、復刻版も出てますね。すごい。で、グレッコがあったり、エピフォンがあったり、はい、これは65年の、あ、メロディーメーカーですね。あ、ダブルピックアップがついて、こうね、バダスに変えてあるのかな。ね、うん、なんか使ってたんだなっていう歴史があっていいですね。絶対いい音しますもんね、これね、この頃のやつはね。うん、ちょっとナローネックになって
いい塩梅でしょう、引きやすい、ね、これ貴重でしょう、これ88年のこれ SG、 これ天女な感じですよね。そうね、うん、こういうのもあったんだ。なんかあのオリジナルではないです。あ、そうなんですね。そっか、見たことない。いわゆるブッダがね、うん、有名ですけど、そうですね、そういうイメージで彫られたのかな。面白い。あ、だから書いて書いた。うん。で、ヘフナまたレザーボディ。これ面白い。宝満載ですね。うん、でですよ、まだまだいろいろあるんですけど、これですよね、渡辺さん、そっち。これですよね。じゃあ行きましょうか。でちょっとはい、どん、今回のお目当てはこちらですと。フェンダーテレキャスター、これは何年生でしたっけ。52年、52年っていうと、もうみんなが欲しがるブラックガード。そうです ね、 ね、アッシュがね今透けてありますけど、これはどういう代物なんですか。52年のオリジナルのものなんですけど、ボディが塗装が乗ってない状態だったんで、はい、あ、はいはいはい、村井さんにお願いをして、うん、塗装を乗せてもらって、なるほど、で、まあ、オリジナルじゃないあのフロントのピックアップとか、はい、まあ、いろいろあるんですけれども、うんうん、それをうまく調整してもらって、はい、組み立てて、まあ、ほぼほぼオリジナルな感じの、なるほど、なんです、ね、これもう、ネックなんかはもうオリジナルフィニッシュかなっていう感じですもんね。でボディだけこうね、やっぱりもうむき出し状態だとちょっと、ね、あれなんで、ね、塗装がない状態だったんで、ちゃんと塗装してあげて、でフロントピックアップはオリジナルじゃない可能性が、ね、うん、でもリアは、リアはオリジナルですね、やっぱリアが生きてるといいなと。でこれをまあもうほぼほぼ購入は決まってるんですけれども、やっぱり元の確認を最後の最後にねしてみんといかんな、うん、一応こうお墨付きっていうのがおこがましいですけど、いやいや一筆書いてます。ということで、はい、試し引きさせていただけて、はい、非常に光栄なお話ということで、お願いします。ぜひぜひ皆さんちょっと試し引き行ってみましょうか。お願いします。ぜひ。ありがとうございます。このちょっとこう丸っこくなったね、エッジがね、そうなんですよね、本物ですよね。でもちゃんと本当に弾いたギターですねこれね。そうです、うん、こんだけこうこうなるんだな、うん、ピックガードもオリジナルですか。いや、それはね、はい、新しく、うん、ベイクライトの材料を買って、はいはい、それでちょっと、うん、落下吹いて、吹いてもらって、うんうん、レイクしてもらって倒せました。いろいろこうね、愛が感じられる。ちょっと生音が、あ、もう大丈夫です。この時点で気持ちいいですもんね、うん、なるほど、あ、ちょっと上げていいですか。あ、もう大丈夫です。OK です。って言いたいところですけどね。まあちょっと弾いておきましょうか。まあ見ときますか。ね。こんな感じ、ここ、もうネックですよね。ネックですよね。これは、もう弾いただけでわかるっていうね、いいギターはもう。してる、いいね、いいっすね、腕もいいわ。いや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 、もう全然何もしなくてもいいよってこと。
年代違うっておっしゃってましたけど、全然バランス取ってますね。いや本当に。問題ないですね。こうフロント好きですね。そうですね、音にね、あ、いい音ってこうですよねっていう、ね、いや本当、いやバランスもいいし、すげえわ、うん、あ、気持ちいい、山口さんが弾いてるからってことがあるからね、うん、で僕が帰ります今日何しに来たんだったんですでもやっぱりあの共通するヴィンテージの鳴り方があって、ね、これしっかりそれがあるっていうか、これ何なんだろうな、なんかその鉄の成分かななんて思うぐらいのなんかこういい塩梅の金属と木のこのなんかマッチっていうかなんでしょうね、今まで鳴らすとその今山口さんおっしゃったような金属の鳴りも聞こえるし、アンプを通すと木の、うん、まあ膨らませたような芳醇な音が出てきますもんね、うんうんうん、それでいてちゃんとキレのある音っていうか、そうそう、ちょっとオーバードライブかけてみてもいいですか。はい、うん、いい音してるThank you.
なんかもうじゃらんってやってるだけでずっと聞けますね、これ。聞けます。いや、どこの、このピックアップ、この驚きですね。これどこやってもいい音するっていう。ね。バランス、さすがですね。これ、調整されたの。そうです。あ、ご主人。さすが。いや、バッチリですね。もうちょっと弾いていいですか？なんかもう止まらなくなる。いやもう間違いないですね、はい、ありがとうございます。こんだけもういい音してたら。そうですね、ちょっと聞いたことないですね、うん、ね、うん、いやもう間違いないんじゃないでしょうか。ぜひ、はい、大事にしてください。ありがとうございます。いや非常に光栄です。ありがとうございます。いやいいですね。じゃあお疲れ様でしたということで。はい、ありがとうございます、はい、いや本当に貴重なギター弾かせていただいて光栄です。いやこちらこそ。めちゃくちゃいい音でしたね。めちゃめちゃいい音でした。アンプもいいっていう噂があって、これも渡辺さん手入れられたやつなんですね。そうなんです。もうこだわりがこの日のために詰まってて、で、はい、ケースがこちらなんですけど、はい、これまた面白いケースですけど、これはまた別のケースなんで、ね、はい、そうなんです。これはスパイダーっていう、はいはい、イギリスから取り寄せて1本だけ買ったんです。でこれちょっと貼ってあって、でオリジナルはまた別で持ってあって、はい、あ、なるほど。
ほど、はい、保管してあって、はい、これはちょっとまた別のケースですけど、はい、じゃあオープン、はい、お願いしてよろしいでしょうか、はい、お願いします。ダン、はい、ということでこちら、ね、改めてちょっと細部撮っておきましょうか。思い出ですね、こういうのがね。いや、ほんと年でこういうのに出会えると思ってませんでした ね, ね。いや、運命ですよ。もうこれまでもいろんなね、人の手を渡り歩いてきたんですけども、この段階で渡辺さんのとこに来たと、はいはい、で、私も弾かせていただいたと。ギターがつなぐ縁、素敵ですよね。光栄です、ありがとうございます。どうも、はい、じゃあおめでとうございました。パチパチ、素晴らしいです。はい、ということでこれまたね、エイジングしてここがね、まあリフィニッシュしたということなんで、はい、どん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 自分色に染めていっていただけたらなと思うんですけど、はい、渡辺さん、はい、ご自宅がまたえらいことになってると。じゃあちょっと自宅で山口さんに、はい、引き続きまた試し弾きたいな。ちょっとじゃあお邪魔してよろしいでしょうか。お願いします。お願いします。じゃあ行きましょう。はい。